射的。射的とは、対象物、標的、的などの目標に対し、投射物を当てる行為。一般的には、射撃や弓矢で的を射抜く行為。ここでは、対象物と投射物が規格としてある程度、決められていて、遊びや競技として確立している射的や、現在は、射的ではないが、狩りを起源とする遊びや競技として確立されたものも、記載する。 銃で行う射的について詳しくは射撃を参照。英語において射的を表す言葉はなく、シューティングやアーチェリーといった個別の行為を表す言葉しかないが、シューティングにしてもアーチェリーにしても、狩りと競技どちらにも用いられる言葉でもある。概念として競技において規格が定められた的を、ある平等な条件下で敵に当てる技術を競うのと、野山でウサギやカモなどを狩ることも、 同じと考えているからである。またスポーツにおいても、目標、対象物となる棒、リング、カゴや、ゴールエリアに向かって球などの投擲をけることを、シュートやショットと言い、団体競技で仲間がいるときは、目標となる対象物以外に球などが移動することを、パスと言う。このことからも、射的という言葉はないが、シュートやショットという言葉が、射的に類する競技で、投射が目標に、 到達、当たることに関わっていることが理解できる。日本語においては、射的という言葉は、うと的で成り立っている。的は古くは、イクハと呼び、これは、イクハス、さであり、イかわす、やのことである、イクはス、さは、戦戦いの語源ともなっていて、弓矢における戦闘を表している。この的から、的弓、的矢という言葉が生まれ、射的を行う場所、的場になった。 射的の意も弓矢で矢を放つことを意味する。このことから射的とは弓矢で目標を射る行為であることがわかる。鉄砲がポルトガルから伝来し、その役割や機能から弓矢と同等に扱われ、手法から所作や用語まで休日から釈用し、発展した武術体系になっていった。そして射的から射撃という言葉が生まれ、射的の中の銃による、 目標物を射抜く行為を表す言葉になった。矢と呼ばれるものは、厳密に言えば、弓でいるものであることが多いが、実際には投げや、ダーツ、投げつぼ、手矢などがあり、矢の形態も様々である。矢の起源は、森や安、槍や矛との区別が曖昧で、人が直接または、弓などの補助の器具を使って投射するといった違いにしかならない。弓矢においても、 中国の玉弓や日本以外での機械弓などの発達から必ずしも矢を飛ばすものではなく、歴や石から砲弾。果ては人や油の入った火をつけたたる。原理は火炎瓶と同じにまで至り、その究極の形の一つとして遊戯銃がある。銃はもはや弓ではなく、矢も飛ばさない。このことから射的と言われるものが必ずしも弓矢や銃と弾丸でなくとも良いということになる例で、 また、銃や弓矢や矢による現在に知られる競技の多くは標的になる的が同心円状に色分けされた円形のものであるが射的は必ずしもそうではなく中国の投げ壺は矢を壺に入れる射的でありシューティングやアーチェリーも必ずしも円形のターゲットを射抜くとは限らない日本においても輪投げ等選挙もやアメリカ発祥の低鉄投げも 射的儀として認識されていて、そういった面からは、投げ縄やフリスビーによる的当ても、射的と言える。古くは狩りや争いにおいての投石、槍投げ、弓矢や吹き矢があり、また浴りの時の盛り打ちなどが挙げられる。またやや玉矢、歴上のものではないが、輪投げや投げ網も対象物に向かって当てるという面においては、狩猟を起源とする射的と言えるだろう。 時代を追う人の狩猟が発達するにつれ、道具と大規模な狩りが行われ、アトラトルという槍投げ機の発明がマンモスを人間の手で絶滅に追いやったとする説もある。詳しくはマンモスを参照。射的競技の弓矢から派生したものとして、吹き矢、ダーツ、日本では投げ矢という、要求銃、機械弓のことがある。現在では弓矢、吹き矢、ダーツ、要求銃は、 スポーツや射的として楽しまれてる。そのうち、要求銃は、軍や警察機構の武器や兵器として採用する国も、ある。また、読谷と、吹谷は、世界各地で、現在も、生活の糧を得るため狩猟で使われている。欧米のアミューズメントパークや、移動遊園地やイベントの出展で、目標物に投射物を当てる、出し物の遊戯があり、バスケットボールを模した。 ターゲットリングやハンマーとシーソーを使って、投射物目標のエリアに落とす、器に入れるといったものがあり、アメリカの西部開拓時代には、実弾を使った銃による射的の出し物も存在した。現在では、アミューズメントパークやゲームセンターなどで、古いものとしてなくなりつつあるが、射撃や大砲を模したもので、圧作空気を使った、大がかりな的当てや小さな箱状の機械としてあり、 多くはアーケードゲームといわれるコンピューターにおけるプログラムとしての画面上の仮想空間によるいわゆるシューティングゲームなどが誕生し、一般家庭でもテレビゲームの種別の一つとして普及している。射的は射礼、ジャライと呼ばれる儀式として平安時代より宮廷で行われていた。射礼は中国の同様の儀式の模倣であり、演儀式によれば射礼は正月中旬に模様された。 また、小雨期や、未動関白期などの貴族の日記には、貴族の間で、掛け者、乗り弓と呼ばれる検証をかけた射的が行われていた、記録がある。掛け者も、儀礼的な要素が多く、山縁樹によれば厳密な作法に則っ,って行われていたという。掛け者は記者でも行われ、漢字6年、1092年には、武者20人による傘掛けが行われている。同時代、 掛け者を気楽な遊戯化した小弓合わせという室内遊戯も盛んに行われた。戦国時代には手裏剣が忍者と共に発生し、ポルトガルから伝来した鉄砲や古来からの弓矢を総称して飛び道具と呼んだ。しかし、日本では槍投げという戦術や武道は発達しなかった。庶民においては、江戸時代以降に特に栄えた祭り文化において、死や、 縁日や祭りなどの射的も古くは弓矢で行われていた。自社武神の一環として、富くじなどと共に、祭り弓矢と有用球などが結びつき、死や祭礼の行われる門前町や縁日において、掛物、景品交換式弓と言われる出し物が行われるようになっていった。弓矢の射的を中心に、輪投げや吹矢も行われるようになり、当時は射的ではなく、的矢と呼ばれ、 的ヤを営む者を的ヤと呼び、後の露天商を制御とする敵屋になっと言われる。近代では敵屋などが行う射敵として、弓矢や吹き矢、コルク船式空気銃や水鉄砲、輪投げなどが馴染み深いところである。出店として射敵とは言わないが、釣りや救いといったう文天文のくじ引きとは別の技術が伴う遊戯、遊技ではないである出し物も、 盛んに行われ、これも社交心を伴うものから、心理的には、社的の遊戯とも言える。昭和初期まで、祭礼の行われる場所や、市や、縁日などをはじめとし、都市部の商店街や繁華街や遊園地などで、常設や仮設も含め、盛んに行われていた社的だが、パチンコホールの台頭などもあり捨てれていき、現在では、観光地や、温泉場や古くから、ある遊園地や、 数少なくなった縁日などでしか見ることはできなくなっている。理由の一つとしては、自社武人などの地域振興であった社敵としての掛物や掛け事が法律の改正により小さな集落としての自治の社会基盤整備の資金集めの一環として簡単にできなくなってしまったことが挙げられる。宝くじの抽選会では、江戸時代に使われた吹き屋の的である 分回しと言われる的とほぼ同じものを使って、要求銃による番号の抽選が行われている。弓矢とは、数弓矢要求より行われる射的。バスケットボールやターゲットリングに似たものとして、運動会で行われる玉入れがあり、高い棒の上に籠を設置し、その米がけ小豆などが、入った布製の玉を投げ入れる競技。玉入れに似ているものとして、火祭りの一つの神事として、 高い棒の上に籠を置きたい松を入れ、先端に荒縄で巻いた重しに荒縄を結んだものに火をつけた後、縦に振り回転させ、その反動で縄を籠に投げ入れたい松を早く着火させるといった競技もある。形状と原理は上に投げるか水平に投げるかの違いはあるが、中国の武器である流星を盛り、上氷や競技のハンマー投げと同じである。玉で的を狙う競技でも、 ほとんどの時間、玉などが地を這う、転がるもの、ボーリングやビリヤードなどは省いた。元は狩りの道具であったものが競技や玩具として確立されたもので、弾丸や矢の形状ではないが、的を狙うもの楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。